マイクテスト、マイクテスト、どうでしょう。ちょっと紹介するんですけども、そういったものではなくて、この封筒賞に、今後サプライヤーが増えてくるんじゃないかという見込みでの紹介です。はい、それでは紹介します。ニュースの切り抜きからです。BYD、こちら車のメーカーですね。ベトナムで電気自動車の生産を計画というニュースがありました。2023年5月5日にチャン・ホン・ハー副首相と自動車メーカーの会長兼創設者であるワンとの会談後、同国政府からの支援を期待していると語ったということで、何か投資の条件交渉をしているというようなニュースの記事です。こちらカフェネットからの情報ですが、BYD は中国最大の電機メーカー、BYD のベトナムの新工場はおそらく封筒省のフーハー工業団地に位置し、タイの BYD 電気自動車工場に部品を供給する。この工場は2024年に稼働し、年間 15万台かな、生産能力を持つ予定。実際この会社のエレクトロニクス部門は2022年にベトナムに存在しており、フーハー工業団地にソーラーパネルの生産を専門とする工場がありましたということです。はい、封筒を見てみましょう。この辺りですね。これベトナム北部のハノイの中心部が真ん中になっている地図ですね。海側の方がハイフォン、その丸がついている方がこれが封筒省になります。フーハー工業団地、これは、聞き慣れないので、調べたんですけども、フーハー省の、5号線の近くになるんですかね。これ高速ですかね。5号線のところに、ありました。私はちょっとこのフーハー省はまだ行ったことないですね。BYD がベトナムに工場設立計画。ワン氏は、ハノイでの会合後、金曜日遅くに政府のウェブサイトに掲載された報告書によると、ベトナムが投資手続きを完了するために有利な条件を作成することを期待している。同社は現地サプライチェーンの形成を計画しているということです。これ先ほどの記事ですね。進む東南アジア工場進出計画。中国最大の EV ブランドである BYD はタイに初の海外生産施設を建設しています。深圳に本拠を置く同社は、ベトナムに加えてフィリピンとインドネシアで新しい東南アジア工場を検討しています。ということです。これは BNN ブルームバーグの記事です。BYD は次の3車種を販売予定と。アット3という車とドルフィン、シール、こういった車ですね。同社は4月に21万台の自動車を販売しました。これは前年の約2倍ですが、前月よりわずかに多いだけ。ほとんどの販売は中国からのものですが、BYD はアジア、ヨーロッパ、ラテンアメリカで海外に拡大しています。EV 販売の約 6% を輸出が占める。BYD の株式は月曜日の朝、香港で 2% 上昇。これは中国政府が再び EV セクターを支援することを約束した後に上昇しました。BYD は今年で 25% 上昇しましたと。これとは別に中国のこの会社は、来年からタイで EV を生産する契約に調印したと。この BYD っていうのは、世界的な投資家のウォーレン・バフェットが長く2008年頃から持ってて、何か7回目の株式売却をしたということがニュースになってたりしました。先ほどソーラーパネルの話でちょっとしたんですけども、一時コロナの時には、マスク工場っていうのも作ったんですよね。それが一時だけなんですけど、世界の一番のマスク工場にもなってたということがあります。
中国政府が再び電気自動車セクターを支援することを約束した後、BYD の株式は5月8日の香港取引で 2% 以上上昇しました。今年だけで株式は 25% 上昇しましたと。ジンニュースの方でも紹介されています。これはベトナムの新聞ですね。BYD の時価総額がフォルクスワーゲングループを抜き、自動車メーカーで世界第3位になった。中国の報道者によると、2022年6月、同日の BYD の時価総額は1288億ドル、フォルクスワーゲングループは1176億ドル、首位のテスラは7288億ドル、2位のトヨタ自動車は、円換算で37兆円ということで、だいたい3分の1ぐらいになるのかな。ということですね。これら1位2位とは差はあるものの、中国の民営企業が世界のトップ3に入ること自体が大変なニュースだということです。ここで、どうしてこの BYD が強いのかっていうのをちょっとだけ見てみたんですけども、もうこれもう本当専門家の方じゃないとわからない話なんですけども、いわゆるバッテリーですね。バッテリーの方の利用、使用しているものが、リン酸鉄リチウムイオン電池というもの。こちらの方が、車に使われているバッテリーの種類というのは主に2種類あるそうなんですね。バッテリー自体はいろんな種類があるんですけども、その中で、いわゆるニッケルマグネシウム、違いや、ニッケル、マンガン、コバルト、これらの金属のうち、ニッケルとマンガンはあるとして、コバルトというのが希少金属でありますため、これがなかなか手に入らない効果であると。加えて、火災の原因になりやすいというところがあるそうなんですね。これらは、ニッケルマンガンコバルト使ってるのを三元系リチウムイオン電池というらしいんですけども、まあそこら辺に対する安全性だとか、重量的に少し重いと、そういったことでの技術的なことがあるそうです。それに対して、リン酸鉄リチウムイオンというのは、少し低出力で弱いか、なんかそういったことがあって、場所も取ることから大型車両には向いてるけども使われなかった。最近それの技術が、進んできて、高級セダンにも使えるサイズ感になったというような話なんですね。それで、最近ではトヨタが中国のこの BYD と新型の EV を共同開発するということになってるんですね。このトヨタの共同開発、このニュースに関しては日本語のニュースでヤフーニュースにありましたので、そちらの方詳しく書いてますので参考にしてください。はい、それでこちらの今回紹介しているのは、ベトナムに関するところ何があるのかっていうのが、先ほどの風土に進出するというところなんですね。でその上で、最も部品点数の多い車、自動車という中で、サプライヤーというのが非常に多いはずだと。で、こちらの方を、参考情報として見てみますと、電気自動車というのと、通常のガソリンエンジン自動車、その部品点数、部品点数イコール、サプライヤーの数だとして、どういうことになっているのかというと、ガソリンエンジンの車の部品点数というのは一般的に10万点、エンジンのみで1万点の部品が必要ということなんですね。それに対して電気自動車の方の部品点数というのは約1万点、ガソリンエンジンよりも10分の1程度で進むということです。つまりは、この、BYD が進出してくると、電気自動車として1万点の材料が、部品点数が必要ということなんですね。はい、それで紹介したかったのがこちらの封筒ですね。場所的には中央にあるのがハノイの
中心部なんですけども、その囲ってある方が封筒ですね。封筒っていうのも結構山の方に入っていくので、まあ右行ったことないんでちょっと、こうですっては言えないんですけども、まあ手前のビンフックというところはトヨタの工場、ホンダの工場、まあ、近くにはヤマハの工場なんかもあったりはするんですね。で最近ではタンロン3工業団地が近くにできてたので、まあ、こんな奥になっていくのかなとは思ってたんですが、ですね。まあ、実際今回のニュースを見ると、この自動車メーカー、電気自動車メーカー、まあ、中国であるどこであれいいんですけど、ここを一つの拠点として作るということになると、まあ、最終的にはタイで組み立てるということなので、まあ、部品からになるのかなとは思ったりはするんですけども、様々なサプライヤーがここに集中するんであろうと考えられております。でこちらの封筒から港の方は東のハイフォンなんですけども、中央のハノイ中心部を越えないといけないので、この脇を北側、南側、爆人の上の方、爆山の方、下のハーナムの方とか、そういうふうに囲うように、車のサプライヤーがこれから増えていくんじゃないかなとは思ってます。ちょうど最近はその、こちらももう私知らないんですけど、その電気部品、スマートフォンの最近話してるんですけども、あんまり知らなかったんで、Apple のサプライヤーがどこにあるのかとか、そういう話を聞いたり、調べたりしてる中で、まあ、Apple まではいかないけども、やっぱり、このあたり封筒とか下案とか、なんかその周辺に土地を探してるっていう話はちょこちょこ入ってたんですね、情報が。でそれはまあ日本人の情報だったりするんですけども、まあ、中国企業だとかその台湾企業だとかこういうところをもっと注目してるんじゃないかなと、注意していく必要があると思いました。まあ、今回はちょっと真面目な話だけだったんであれですけども、面白いニュースがあればまた参考にしていきたいと思います。また今後ともよろしくお願いします。それではさようなら。はい。